もうあの食べログでどこ食べに行くか見てたんで、設定だったらいいんですけどね。ああ、何も取れねえんだろうな。いやもうあのつなぎ目前後打ったとこ打ちたいんだけど、65番じゃさ絶対ダメでしょ。あれでも1打だけ空いてたよ。ここダメじゃね。あ、こっち空いてない。あ、取られた。カードファンキーなら、でもだったらうまい棒打つでしょ。うまい棒の方が分かりやすそうな気するもん。いやでも今日はきっとこの辺がいいと思う。絶対下手したら2箇所ある。でもまあやることないからやるか。 OK、 チンペンやるよ。はい、わさび上でございます。今回もベルズさんで楽しくパチスロやっていきたいと思いますけれども、楽しくねえんだなこれが。前回ですね、2V1、完全 2V1 外してね、えあんな綺麗に花火ドンツー出てたところ違う方打っちゃって、じゃあ今回こっちだろうっていうことで、今日抽選気合い入れて、まあ、気合い入れてないけど受けたら65番、当然取れませんよ、ね、え今日朝から積んだという言葉が、実にふさわしいような入りになっちゃいましたけど、前回ですね、まあそこも始めといたしまして、結構やっぱ相変わらずいい感じで盛り上がってたんですけど、まあその影響もあってか、まあ積み重ねもあってか、今日ですね、平日にもかかわらずなんと80段に、まあメインどころは結構埋まってたんですけど、でも今日はおそらくさすがにそろそろ2大系機種とか、あの辺3大系機種とかに、まあ今まで入ってなかったようなところに入ってくるんじゃないかなっていうようなところも思いつつ、でも今日はね、真っ先に王道から埋まってますし、あと新装初日なんですよね今日ね。なのでまあ寝台が、ポツポツと埋まっているのも、ポツポツというか全部埋まっているのも、まあ特徴的な感じになって、まあそういうところに入るのかどうかっていうのも、まあ気になるところではございますね。常連さんが朝店長さんにゲッターマウス寝台、まあ、寝台なんかに6使うんじゃねえぞって店長に言ってたらしいので、まあそうだよね、こういう人が集まる日に使ってほしくないよね、やっぱ寝台みたいなのね。うん、それだったら多分だから今日はゲッター入ってないよきっと、うん、って思いながら、まあ眺めたいと思います。新編を狙ってみました。広瀬君がね言うには、新編なんだっけ取り直したらしいよって、そうそうそう、再認定取り直したらしいよって話を聞いたんで、これから手厚く使っていくんだな、手厚く2ばっか入れてんじゃないよって話になるんだけど、今日あたりワンチャンあってもいいのかなって。あのね、場所が悪くて角からなんでね、そう、ああいうところやっぱね入りにくいって思っちゃってるんですよ。なのでまあね、あの新編がいつかこう場所が動いた時に打つのがいいのかなと思ってたんですけど、さすがにやることなさすぎたんで、その再認定を受けたことなんて誰も気づかないであろう新編をですねちょっとだけ回してみたいなと思います。はい、まあね、まあ私は勝つ勝たないはともかく、まあ、店内のね様子の方ですね、今日もレポートしながらやっていければと思いますんで、ご覧ください。これはもうパスワード入れようと思ったんですけど、復活の呪文みたいに長かったからもうやめました。持ち込み2024枚から あ、そっか、カウントするんだったこの台で、もう忘れてましたよ。ただ打ってりゃいいみたいな感じになって、入るかな、1回で入ってくると気持ちがいいな。ダメでした。あ、まだわかんない。え、これ入る流れじゃん、むしろ入ったね、ドゥインドゥインからあれになったんで、久しぶりだね。チェリースイカ引いて 50% だから。お、当たった、チャンス目。31ゲーム投資1本だ。やるね、ありがとうございます。おお、うまい。
うわチャンスメイだチャンスメイだうますぎんだろやったねあまだ決まってないけど 80% ちょっと背筋が伸びたよあらららららよくベルで上がったねどこで押すんだっけっていう感じよしこれじゃないこの次だはい終わりはい取ってやめましょうはいどうにもなんねさあじゃあ、まあ、とりあえず取ってどうしようかね秒で終わったんだけど時間稼ぎにもならなかったいやー参ったねあっさり終わったなまあまあ予想してたけどね逆にあのチャンスゾーン当たってよかったこんな秒で終わるならほんと当たってよかったよでも今のボーナスがチャンスモードだったらどうしようってなってただろうねうん。ワルプレだっけ違うっけくるみ割りだっけもう覚えてないんだよ本当にないと特にないよねよかった長いパスワード入れなくてこれで6ならいいよしょうがないチーズ一発やめるそれはもう決めてるはいというわけで220枚150枚ぐらい浮いたね180枚ぐらい浮いたどうしようかなここ変わったんですねマンゲリオンがね暴走わかんないけど魂の共鳴初めて言った俺これが3台から2台になったあそこに移ってどこでシュタインズゲートがここに来たとうわタイム満台やばいねあれ調子良くないでもさっきのお話した人これやりたいのかななんかやりたいならやるの嫌だなと思ってあそこのドンツ動いてないんだけど花火は調子いいっすよだから分かんないなって思ったところ行ったら行きますよ順番が逆だなと思って行くなら、あモンキーも1台埋まっちゃったねあでも左側2番もう400あでもやっぱモンキーは直近でやってるからね2回前3回前かな比較的近いところで、まあ、島は違う時だけどやってるからなはいというわけで絶対負けるやつ来ましたろくなことないやつあの花火が2つの列に分かれてるんだけど島に分かれてるんだけどあの台盤はつながってんだよね確かあそこでもこう打ち始める前から隣のお兄さんがあんま回んない感じがって言ってたんでまあ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 でも前回ねまあまあ2台とも出てたんでねでまあ今までの前例的には2回連続で同じ場所っていうのはまあほぼないそう考えると可能性は極めて低いと思いますけど、まあ、ただにもかかわらず前回同様の花火の位置が非常に調子がいい、まあ、もちろんね2とかかもしれないから花火の方がよっぽどわからないけどまあこんだけやれるものがない中であれば一応可能性としてやってみてもいいかなぐらいの感覚ですもう僕の場合さその素直に接点に素直に当たってくれないからさこの台この機種、まあ、そんな簡単に分かんないのよ一回ねここで何回か前に打ったドンツーで衝撃だったのが2000円で170回ってでビッグがそこで当たり超が2回ぐらい出てこれはいけんのかと思ったら最後やめるときには提灯が確か7分の1か8分の1かぐらいまで下がってなんだよこの台当たんねえしようって言ってたら演出なしで当たったよおどんで、うん、
お、しかもちゃんと中押せればよかった。バーすげー滑ってきたからこんなもんレギュラーだろうと思って。2枚掛け噛んで青の演出だし、まあたまにあるけどやっぱ相当レアですよね。今日俺ただ当たる日なんじゃない？前あったよね、ただ当たる日。今日それじゃね、2000枚勝つチャンスじゃん。設定じゃねえんだよ。うん、オスはね直行だよこれ。あの吉村打ったんだけど再来じゃないのか。5回、22分の5。まあね、期待はできないからね、そこまでしてないんですけど、まあ、あのそんな中だからこそサクッと1回当たってくれてちょっと良かった。あのちょっと前までは本当にあのアクロス系の中ではドンツが一番推測楽でしょって思ってたのにな。当たらないがこじれると本当に逆に難しくなっちゃう。であともう一個ね、ここやっといた方がいいかなと思った理由が、そのバーサスが良くないというか元気がないんだよね今日。やっぱバーサス花火向こう側で、まあ、ほぼ鉄板じゃねって思ってたのに、花火は悪くないんだけどバーサスが良くないから、じゃあなんか悪いことしてきたかみたいなね、こう今までにはない展開を見せることによってこういう可能性があるぞみたいのを今日やってくる。でもね、あんまりねイレギュラーなことはね考えるのはね、やっぱり立ち回る上では良くないんだよね。やっぱイレギュラーなことは起きてから考慮して、次やっていくっていう形にしないと、結局じゃあいつもあなんかイレギュラーなことが起きるんじゃないかみたいな立ち回りをすると、結局それはただひっちゃかめっちゃかな妄想でしかなくなるので、イレギュラーが起きた回は積もれなくても本当はいいんですよ。うん、イレギュラーがありえるんだってことを知るまではやるべきではないと。わあ、あずきちゃん、やめてよやめてよ、わかんない、チェリー B かもしれない。あ、いるかな、いました、108ゲーム。青ドンじゃない、あのドン2って演出がこの予兆から含めて分岐が多い台だから、なんだろうね、ある程度こう演出をこう空気みたいにこう通り過ぎてても、途中でああこれ扱ったんじゃねって思う感じが面白かったりするから、まあ、ある程度演出が出てる方が逆にいい。演出を選ぶなら、おお、レギュラー、おどん、また演出なし当たったよ。23ゲーム、1万円か、あれ1万円か、氷氷バーって1枚だよ。1回、今もう16回やってる。16回で5の10の1、今のところ超絶にっぽい。ちょうちん悪い、花火悪いです、そんな感じ。発展しちゃったよ、23%です。すげえ知ってるふり。おー、つい、ダコータンって欲しかったの。29ゲーム、お兄さんと仲良くない、3の1 3の1。さっきからこっち当たるとあっち当たってみたいになってんの。7、11、3、
18/21ですね。むしろ良くなっちゃいました。さあ、まあ当たるのは当たってくれてますが、コイン持ちがもうね超絶悪い。おお、びっくりした。当たる、追いかけるように当たる。右の台を。もうビッグ1回分じゃ効かないぐらい飲まれてる。180ゲームひどい。9153いいじゃね。超チームは外れも何も出ない。これはダメっぽい気すんな。今480ゲーム、480ゲームで50回。やばいね。やばくない？ 9.6 ですよ。 9.6 って7分の1だとしたら70個でしょ。だから20個足りないんだよ。もうすでに160枚ベルで損してる。やった。そっちか。こりゃ熱い。いやー、当たった。とんでもないとこしちゃった。ボーナスだけ見るとあってもおかしくなさそうだね。こんな感じもしちゃいますけどね。さてと、まあやるしかないかなっていう感じなんですけど、今まだ12時か。はい、というわけでお昼休憩いただいてきました。今日はお蕎麦を食べましたけども、バラエティの稼働がちょっとさっきよりは上がってますね。あれ、でもアネモネと新宝器は良さそうだよ。日暮がちょっと怒ってきちゃって、スナイプ、ん、スカイガールズが3/13だよ。すんげえ当たってるけど、これ青鬼なんじゃない？やっぱ青鬼なんじゃないの？誰かやんないよ。俺やだよ。俺がみんなのためにやるなんて。青にやった方がいいんだよね、広瀬が言う通りね。あれスカイガールズめちゃめちゃ当たってたじゃん。ボーナスめちゃめちゃ軽くだったじゃん。あれ6だと100分の1ぐらい当たるでしょ。おいおっと、モンキーターン全部埋まってますよ。あれ、これモンキーあるよ。200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 
は、まあ、ひょっとしたらモンキーとあとマジハロね、怪しいね。あとあの青鬼誰かやった方がいいんじゃない。はい、というわけで、移動してまいりました。新花火の方ですね、こちらの方やっていきたいと思います。持ちメダル676枚状態から、やります。投資は今日は窓かで使った1本だけなんで一応浮いてはいますね。で、この台なんだけど1568ゲームで7-2、見た目悪いんですけどレギュラー2回、レギュラーね、やっぱ6号機大事なんですけど、そのレギュラーを2回しか引いてない割には、まず3枚が浮いてるということ、そして左が8-11、右が5-13ということなんで、ここは並びとして、強くてたまたまレギュラーだけ引いてない可能性もかなり高いのかなということでやってみたいと思います。ポイモチはきっと良かったと思いますよ、この台。もともと朝取ろうかどうかって迷ってやめたというか、あのバーサス見に行ってる間に取られちゃった台が右の台5-13ですね。まあ見た目的にはやっぱここが一番強い気がするんで、その真ん中は取れたんでね、こうなんだろう、わさび道の道道ね、もう込みで、台が選べる場所として、まあ今日見てる限り存在しました。まああとは青鬼だろうね。青鬼は本当やってもいいけど、やるだけやって誰かに渡すっていう、その
なんて言えばいいの、やっぱ座った人は続けるべきだと思うんですよ、あの台は。だからちょっと僕がやるのはなと思ってやめました。おう、早、はい、はい、ななびっくん、今日やっぱ当たるじゃないの、猪瀬くん。偶数だ、偶数ですよ。2か、みんな2やらされてんの。めちゃめちゃ右上がるんだけど、バーサスの一番右が800ハマってる。一番唯一ありそうな台なのにね。めっちゃ外れんじゃん。まあそんな簡単じゃないと思いますけど、まあとりあえず3回外れましたね。これは本当レギュラー引いてないだけで全然あるよ、ありえるよ。まあ確かに1600円分の2は強烈だよね。すごく引いてないと思います。もちろん僕はそこも結構大事だともちろん思ってますけど、でもそこだけでもないと思うし、状況を考えたら打っていい台だと思うんで、頑張っていこう。さあ僕も飲まれました、追加します。でも268ゲーム回ったよ。うん、まあ持ちコイン、あ、まあ出してた50枚の一部もねもちろんあったけどね。だからこれだよ、コイン持ちよかったから多分このレギュラーでも多分ここまで浮いてるんだよ。900分の1ですよレギュラー。やっぱそういうとこ見てると、あの可能性を見出せるよね、そういうところから。でもこうやってきちんとこう胃持ちがあってはね、当たらない方がやっぱ精神衛生上はいいやね。さっきみたいに何にも声くそらないのにボーナスが当たってるよりは。でも他の店でもそうなんだけど、新花火に6が多分2台とかね入ってる状態で、打ってる他の方たちを見ててもやっぱりね、旗から見てると全くわからないね、どれなのか。うん、全然わからない。だから本当外見ではわからない台なんでね、うん、そのいいも悪いも。だからねこの台に可能性がないかって言われたらまだまだ全然あると思いますよ。一番右は、好調8の7で、右から8の7 5の14で、僕のが8の2で、一番左が忘れた、一番良かった忘れたって、ごめんなさいね、食事休憩中なんで見えない。あー何、挟んでたよ。あーって言ってたよ。あー当たったのあーだったよ。それがええなちった。500のわけには追加してないよね。やっただったよ。さあでしょ、502ゲーム。1回1万役が。だこれで3回目だからね、まだこの台のレギュラー。こっからでしょ、こっからモリモリレギュラーが、いやレギュラーばっかり欲しいわけじゃないけど、モリモリレギュラーが来るよ。まあモリモリレギュラーがっていうか、なんかこう本来の姿みたいなの取り戻してほしいね、これでね。500ハマってレギュラーでいいから、しょうがないから。何これ、え、一刻じゃん。え、こんなことありえる。俺たまたま右押しちゃったら一刻が出たよ。すごくない、すげえ、こんな偶然ある。正解してないよね多分。うまい棒が5の4になってる。あるよ。
げえ。けなんだよ。うん、タバコついでに見てみようか。はい、今ちょっとタバコついでにあのユニメを見てきましたらですね、衝撃の事実がなんとですね、あの夫婦輪 A11.5 もう6なのこれきっと、9の4だけど、2300で9の4だけど、まあ、状況を考えても6である可能性は非常に高いのかなと思いますよ。ボーナスはロンツーの方だと。ドン2もワンチャン僕のはダメだけど、隣からドン、ハナ、ハナって多分いいのかもしれない。僕のドン2だけ外れみたいな。あのバーサスもどこまで行くのか気になるな。僕の最高は確か1400だったかな。で投資4万超えになって全部まくったよ。僕のバーサス今まで打ってきた中でも一番のベストバウトだったね。あれはグラフがすごいのもん。ん、当たった、当たったね。7が当たりましたね。1143、また300とかいってるよ。2500で、9の4、ひどいでしょ。こんなひどい確率で今ようやくチャラです。これで持ってた分が飲まれちゃいそうですね。本当に6ですかねこれ。本当なんすかね。 RT 中も1回しか見てないからさ。今やめると窓かで出た分ぐらい残ってるよ。うまい棒が7の9だ。頑張れうまい棒。また500ですよこれ。俺さっき500ハマったって。さっきやった。もうなんか適当にドンちゃん狙えば揃う人もいるのに。当たった当たった。あもう左の人これ三連ドンの下段からで挟んだらドンちゃんテンパってたからぶっ込んだら揃ってたよ。簡単でいいなと思って。これ上テンパって勢いに乗るとすごいよね、新花火ってね。うん、まあバーサスもそうだけど、もう何でも働きしてくる。ほらもうダンビック引きて、引きてって言ったらさ、もう強気に行くよ俺は。絶対これで。ああジャケンだもん。しょんぼり。ああ、13ゲーム。まあ7は7で悪くないんだけどね。玉持ち直したね。うまい棒7の10ですよ先生。あれあるよ。いやーそうか。いやー打ってみたかったな。だもう副店長さ、あの俺が打ったとこ追いかけるのいるのやめてよマジで。俺かわいそうじゃないですか。うまいが8の10ですよ。こりゃうまいね。座った人がうまいわ本当に。うまい棒はもう入んないんだねみたいなさ話になってたとこだもんね。そこで入れてくるからさ、じゃあ鬼もそうじゃねって思うね。まあこんだけね最終的にレギュラーを引かなかったですけど、5回だからね。今何ゲーム回してんだ。3100ゲーム、630分の1。ビッグは3100ゲームで11回だから、これもまた多くない。まあこれでチャラなんで、やっぱりどう考えても最終的にまあ僕だけじゃなくて前の人も含めて子役は良かったんだろうなっていうのが推測されますけどね。まあ、この台が当たりだったか外れだったのかは、まあ、エンディングでこの辺でじゃあおさらばしましょう。本日は
ちょい勝ちでした。もう一台をやっているという状況。あ、二台島はちょっとやっぱマジモロがいいですよ。右の台は多分一回空いてからまた今動き始めたばかり。でも二台島動き始めたけど、やっぱどちらかというと推測というよりも楽しんで打ってる人が多いですかね。あ、この台がだいぶ弱くなっちゃったね。ここはもう鉄台22の18、マッサン93分の1、でこの隣が16の9。でもちょっと弱いんですよね、レギュラーが。でもうまい棒がこれだもんね、2000ゲームで8の11。バーサスも結局ついてきてるね。ひょっとしたらこうバーサスバーサスバーサス花火もありえるよ。線はまったけどね。あ、はい、あ、本当ですか。あ、なんで僕もねこんなんだけど風鈴だけすげえ良かったんですよ。バーサスどうだ、どうなんすか。あ、そうなんだ。じゃあもうだから線はめたのね。いい情報聞けたじゃん。僕の左の台が中段チリが、あ、じゃあやミクシャのバラケメ出て、で、あの線はまてたバーサスの人中段チリ出てたなんて。なるほどね。じゃあその隣のバーサスか僕の新花火かどっちかが当たりなんじゃないですかね。他見てみましょう。いやいや、これもモンキーも最後までみんなぶっ通しですよ。ほら、初当たり8回15回9回12回、鉄ですよこれ。シゴロなのかな。こないだ向こうだった時って全6ではなさそうに見えたよね。全シゴロでも全だったんでしょ。だから全5、6か全シゴロだったんだろうね。今日ちょっとバラエティ寂しいね。こないだちょっとバラエティ寂しかったから今日はあんまり期待されなかった感もあんのかな。まあ、なんか結構俺の後打たれてるよ。直撃はないみたいですね。分からなかったところも多かったんですけれども、まあね、あのこの後の時間も動くでしょうから、まあ、振り返りつつエンディング取りたいと思います。はい、というわけで、まあ志半ばにしてというか、まあプラス200枚ぐらいで、まあプラったのは良かったんですけれども、まあ結局6なのか2なのかわからないまま 50% で6かな。まあそんな感じだよね、どう考えても、ね、一応左が六角、その左も6なんで、まあ僕のなのか向こう側なのか、またはたまた両方なのか、そう考えるとまあ 75% ぐらいかであったんじゃないかなと。まああんなデータだからね、とりあえず放置されたらもう誰も打たなそうだけど、まあ内容的には良かったし、まああんな風に当たんないこともあんだよねっていうような、まあ当たんないとはいえ一応ギリギリチャラかプラスぐらいの台だったんで、まあ今後の展開に期待ということで、今日も相変わらず難しかったなという感じはします。バラエティがねちょっと今日は稼働がちょっと薄かったんで結局わからないままでしたけど、まずバラエティから言うと、スカイガールズがすごい飛ばしてると、ボーナス90分の1ぐらいだったんで、あれで隣の青鬼が動かないのはさすがにもったいないような気がするんだけど、まあ今はもし青鬼が6だったとしてもやりたいかって言われたらっていうのもあるからね、まあ結局誰も打たないまま終わるかもしれないし、まあひょっとしたら誰かがフラッと座って、あ、これログじゃんってなるのかもしれないし、違うじゃんってなるのかもしれないし、まあやってみるのに一番いい台ではあるなとは思いますけどね。あるとすればやっぱもう2台機種でしょうね。なんだろう、やっぱりマイナーな機械だと挙動がわからない、実際ね上であっても挙動がわからないのももちろんのこと、まあ結局マイナーな聞き方か知らないからやめとこうみたいにもなりがちだし、あとは今日平日だったんで、あのもっと100超える日だったらああいうところも積極的に動いて意外と分かったりするのかもしれないけど、まあ完全にこの後も含めて埋もれる可能性があるなと。だからその二大島も大都島もちょろっとやったりはしたけど、結局前半でちょろっとやったようなこの企画始まったからねような気はしたけど、結局中盤からだれたじゃないですか。だれたせいで、まあ、実際お客さんの信用が得られなかったコーナーだと思うので、もし仮に今日そこら辺に 2,3 箇所もし仮にあったとしても、まあ、結局動かないのはしょうがないよねっていうような、まあ今日はとりあえず一言もうピンポイントで、狙いが当たってました。当たってたけれども抽選65番ではどうにもなりませんでした。まあその割にはねプラマイ、まあ、ちょい浮きで終わったんで、まあ個人的には良かったかなと。まあ狙いどこに絞るかまた考えつつ、次回も頑張っていきたいと思います。現在ちょうど2200枚ほどまだまだやれますんで頑張っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。